イス、ズルギの話をやっていきましょう。今回はチェンソーマン第2話のエンディングということでね、これも完全初で聞いていくね、そして見ていくエンディングということでね、もう僕はねエンディングを全部飛ばしているんですよ。聞きたいなと思っても、リアクションでやりたいなみたいな、みんなと共有したいなと思って我慢しております。今回は残機でございますね。残っている機というところで、もう早速なんか画像ありますけどもね、ハート、残機残ってるハートってなんかよく言うよね。なんかゲームやってる人たちはさ、残機1みたいな、あと残機1みたいなさ、あるじゃないですか。なんかそんな感じみたいなね、話なんですかね、わかんないですけどもね、そんな感じちょっとね、初でこれやってきたんで、まずね皆さんグッドボタン押してね、ここからちょっと楽しんでいてもらいたいなと思います。だから基本的には動画来るじゃないですか、ポチって押すじゃないですか。でそしたら Hey guys っていうところでグッドボタン1回押すんですよ、よっしゃーみたいなさ。で押せなかったっていう人は動画の最後にもう1回あのパッと押すみたいな、ね、あの2回押しちゃダメだから1回押したら終わりなんで、はい、ということでやっていきまーす。よいしょ。あ、女の子だな。ファーンってこう聞こえたけど女の子だよねこれ。ええ、あ、ベースすげえな。ドンドカドンドン、これベースやんな。だからドンドンだからドンみたいなさ。あ、あ、声ええな。でアニメーションもちょっとなんかええね、いい感じに抜いてるみたいなさ。いやいや、ゴミの上で寝てるのかわいそうだべ。あ、パワーちゃん、パワーちゃん、俺もう本当にごめんなさい、俺パワーちゃん大好きです、パワーちゃん大好き、電熟も好きです、電熟も好きですけども、パワーちゃん大好きで、もうカラオケに来てるんですね。いいんじゃないですか、はい、パワーちゃん。なんかあのそんなにまだ散らかってない方ですね。俺結構散らかりまくりなのかなと思ったけど、ビデオ置いたのこれ、あの テーブルにビデオじゃねえかな、わかんないけど、はい、うん。いや裏めっちゃいいなこれ、ベースの音がたまらんな。うん、あ、おしゃれ、おしゃれ、めっちゃおしゃれ、めっちゃいいやん。うんうんうん、今の、今聞いた、まあ、あのね、あの、このね、歌ってる子ね、めっちゃ声可愛いんだけど、ここでね、声をダミらせたのよ。ヒャンって声。これね、いいね、力強い、いいよ。あーい。はい、もう、もういけ、これ、もう、これがめちゃくちゃいいのよ。で、あの、これ下手にやるとね、喉枯らしますからね。カラオケに行く人はパワーちゃんじゃないけど、カラオケでこれを歌いたいなって人は、ここを多分ね、あの、意識するべきだと思うんですよ。もう一回ってこう普通に歌っちゃダメ。ここちょっとダミ出せていくんですよ。ダミアンやるんですよ。ダミアンしてからの歌っていくって話したんだけども、確実にこれへまると、喉やられます。なんかね、なんだろう、デスボイスとことは違うんだけどさ、なんかあれって、上手い人がやると全く喉にダメージないのよ。でも、下手な人がやると喉死ぬのよ。かっこ俺ね。だから、めっちゃむずいんだよね。で、あのね、あの俺の感覚では、あのなんかあの V 系のライブとかでバンゲちゃんたちいるじゃないですか。バンゲちゃんたちがめっちゃ「うおーい!」みたいなやるんすよ。やるんだけど、その後になんか「なんちゃらさまー!」ってこうやるんすよ。お前らそのチェンジプロやなみたいな、なんかどっかでボイトレやってるんすかみたいな、そんなレベルなんだよね。やつらなんなの、なんかすげえんだよマジで。切り替えが「うおーい!」からの「にゃー!」みたいなさ「うわー!」みたいなさ、こんな感じ、この子みたいな感じ、この子めっちゃなんか可愛い感じで歌ってるじゃん。にゃーにゃーにゃーってこうやってからの「うわー!」みたいなさ、わかる、にょーからの「にゃー!」なんすよ、わかる。この切り替えがすごいんだよ、にょーにゃーみたいな、わかる。あー、なんかちょっと熱くなっちゃったけど、そういうことだよ。にー、あ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 、いい、うん、めっちゃおしゃれやな、いいな、うん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 、あ、ええやん。おー、アキくん合流、よいしょよいしょ。いや、めちゃくちゃ声高いな、これ。多分、ここはね、裏でやってるんだろうけどさ、えぇ、やぁ、やぁ、やぁみたいな。たっかこれ。えぇ、やぁ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 、たっけぇ、高いね、これ、すっげえな。なんか、俺ね、女の子の声もめっちゃ好きなんだよ。なんかね、高いところに出んねんか、どさされすんだよね。なんなんだろうね。高い声ってなんか人間なんか好きらしいね。ウーバーとかさ、ワンオクとかがなんか気に入られる理由っていうかさ、西川貴教さんとかもそうなんだけど、高いんだよね。ああいう高い声って、バチコン来るんだよね。これ、いいな。気持ちいいなぁ。そんな感じ。だから、この高い声ってのは、特に女の子の高い声ってのは、気持ちいいなぁってなるんだよ。気持ちいいなぁ。もう一回聞こう。はい、はい。あー、いいですよ。最後、この抜けてる感じ。抜けていくんですよ。こう力がいい感じに、もう、気持ちいいなぁ。あー、みたいなさ、なんかもう、わかる。なんか、俺がなんか、あの、女の子が気持ちいいなって言ってるところを、可愛いなって言ってると、なんか俺、変態みたいですげえドキドキしてきたんだけど、わかる。俺、本当にそんな意図なかったんだけど、自分で言ってるどんどんなんかちょっと、あれ、俺、これ大丈夫なのかなみたいな、わかる。まあ、でも、チンソーマンはちょいちょいエロいもんな、いいよね。ごめんね。わかる。ちょっとごめんね。
これこう聞いて、はい。あー最後、あーえこれめっちゃ抜けよくない？抜けめっちゃいいで、うわ最後これ息入ってるよ、気持ちいいなみたいな。あー分かる、これこういうのツボなのよ。なんかね、訳の分からんところリピートしたくなるんだよね。全然関係ないんだけどさ、 XJAPAN のバニシングラブっていうのがあってさ、なんかデデ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 デのところがめちゃくちゃ好きで、何回も最初の40秒ぐらいをめっちゃね、あのヘビロテでオラーでやった時代があってさ、なんか俺変なそういうところ好きなんですよ。でなんでそれ好きなのって、多分デデデデがあのドンキーコングやってる人は分かると思うんだけど、似たようなサウンドがちょっとあるんですよ。なんか海賊ぽいようなさ、デデデデみたいな、あーいやみたいなさ感じ、俺変なピンポイント攻め食らうんですよ。これ今の最後のあーって感じわかる？ちょもう一回、俺何回これ聞いてんのって、もう誰々にお前気持ちいいっていう風に言ってもらいたいだけやろみたいなさ。そうかもしれないもう一回、はいはいはい、Oh yeah! Oh yeah! ちなみにでございます。これ皆さんね、曲を聴くときにイヤホンで聴いた方がいいです。マジで。ヘッドホンとかじゃない。で、普通に聴くのでもない。イヤホンでやるとピンポイントでこう、頭の中に入ってくるんだよ。より細かい音が拾えるんですよ。なんかね、もうほとんどの曲がそうなんだけど、やっぱアーティストってえぐいから、めちゃくちゃいろんな音をね、重ねまくってるんですよ。重ねて重ねて重ねて、気持ちいいなぁ。言いたいだけだよ。はい。すごい気持ちよくなれるんですよ。だから皆さんぜひともね、イヤホンで聞いてください。イヤホンで聞いてください。100% イヤホンです。何回も何回も楽しめます。わからん。もしかしたら最初は普通のなんかスピーカーでボンと聞いたらいいよ。で、その後に、あみたいな。この曲もだから聞いて、ベース音が、ベースの音が気持ちいいのよ。なんか、ドゥン、ドゥン、ドゥクドゥクドゥン、ドゥン、ドゥクドゥクドゥン、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 みたいな。めちゃくちゃ体に来るのよ。めちゃくちゃええよ。ええよ、本当に。だからね、この曲ね、おしゃれにテクニカルに可愛いんだよ。なんなの？このアーティストなんなの？残機。いや、すごいね。で、アニメーションもいいんだよ。なんなんだろうね、このおしゃれな感じ。で、全然関係ないんだけどさ、俺こういうなんか裏に何が書いてあんのかなって俺下手に気になっちゃうんだよ。なんかワンピースの考察とかやってるとさ、こういうの一回一回止めて、なんだろうなみたいなさ、なんかこう気になっちゃうんですよ。で、こう見ていくんですけどもね、特に問題はなさそうかなっていう、スナックナミコみたいなね、しゃぶしゃぶ木村みたいなね、感じで、しゃぶしゃぶ木村はなんか若干ちょっとエロく見えた。ごめん、俺がアホなのかな。ごめん、いや、ほんとアホだから、俺アホだからさ、ちなみに今昼ぐらいだからね、今俺ブラジルにいるけどさ、ブラジルからね、お送りしておりますけども、昼だからね、俺、昼とか夜とか関係ねえから、ほんと。本当にときめきとか書いてあると、なんかなんだろうねみたいな、ときめきって何みたいなさ、わかる、なんかドキドキしちゃうみたいな、そんな感じですね。はい、なんか渋谷に行くなんかこういうのありそうやな、なんかリンリンみたいなさ、はい。でもね、基本的に何言ってるかわかんないですね。多分俺のね、リアクションを見ていくと、みんなね、気づくと思いますけども、基本的に歌詞俺本当に何言ってるかわかんないですわ。なんかしょっぺーなんちゃらみたいな聞こえるですもん、はい。これ。しょっぱい前始めて帰るなんちゃらみたいな、え初めてカニ食べたアイス麺みたいな、初めてカニ食べたアイス麺ってどういうことみたいな感じですけどね。ホッチキス、えはい、ホッチキス、ホッチキス平均的な正論で、俺なんかデスノート開いてるんですかね、これ。これはいじり、これはごめんなさい、これはいじりですね。なんかこう、ゴミで寝てて、よいしょーってこう寝てて、あ、なんだこれみたいな感じで触ったら、この子、本があるよねみたいな、これデスノートみたいなで、ルールは英語でよく読めませんみたいな、とりあえず名前変えてみましょうみたいな、そんな感じですよね。わかんねえけどさ。で、パワーちゃんとかデスノートで書いたら大丈夫なのかね。パワーちゃんとか書いてもなんか、デンジ君とかもそうだけど、普通になんか、心臓麻痺ドカーンみたいになってもなんか戻ってきそうだよね。はい。ここら辺可愛いよな。なんか色使いも可愛い。うん。いやー、ギターもクリーンな感じでいいね。ギターもめちゃくちゃおしゃれやわ、本当に。何なんだろうね。これバンドやんね。もうめっちゃおしゃれやん。ギターの
このジャンジャカジャンジャカジャンジャンみたいなさ感じ、なんなんだろうね。なんかエルレとかもさ、なんかそっち系じゃん。なんかちょっと綺麗な感じというか、なんか変ななんかドス寄りじゃないんだよ。ドスとかじゃなくて本当にクリーンなさ、わかる、なんかなんだろう、学園ものバンドって俺言っちゃうんだけど、なんか海外とかですなんかそういうのあるじゃん。なんかサム41みたいなさ、サム41系のギターっていうとわかる人はわかるんだよ。なんかそれ的な感じ、それ的なおしゃれさを感じるんだよね。わかるこれ、うん。なんかあのブレッドフォアバレンタインじゃないんだよ。ブレッドフォアバレンタインとかだとなんかもうゴリゴリなんだよね。ダンクザダンみたいなさ、だから X の話なんだよ。あれ的な感じなんだけど、これはもうクリーンなんだよね。あーおしゃれ。あーまたこの人ここで抜いた。ここでにー、これね歌うのめっちゃ難しいよ。はい。あーあーいいよ。え、はい。なんかこの落ちていく感じが、ここで残機消えるのかなみたいな。残機1からの落ちてドンみたいな。違うかもしれないけど。ああ。いいね。あ。この歌の、あ。これピアノなのかな？なんとなくなんかピアノ感もあるんだけど、この裏でピロ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 鳴ってるのもすごい気持ちいいんだよね。なんなんだろうねこの気持ちよさ。ああ、来るよ来るよ。はい、ということで、とりあえずトータル的に言えばこの曲の評価としては気持ちいいなそんな感じでしたはい、ということでね、残機でございましたけど、いかがでしたでしょうか。もうね、最高でございます。はい、この後のね、まだもう3話も全部残っておりますからね、ここからちょっとリアクションしていきたいと思いますけどもね、皆さん楽しみにしてもらえたらなと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。OK ですか？それではまた次回お会いしましょう。の前でグッドボタンよろしくお願いします。OK ですか？次回お会いしましょう。See you next time!